皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回はこれまでエバートン、マンチェスターユナイテッド、インテルで活躍し、ベルギー代表としてもストライカーとして活躍してきた、現在チェルシーに所属するロメル・ルカクについてご紹介していきたいと思います。ルカクはベルギーリーグでデビューを果たすと、10代の頃から怪物ストライカーとして名を馳せた選手。その後はプレミアリーグで実績を残してインテルに移籍すると、そこでさらに進化したプレーを見せて、今シーズンはチェルシーへ高額の移籍金で移籍することとなりました。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか、振り返ってご紹介していきたいと思います。ルカクは左利きの純粋なストライカーで、主にセンターフォワードでのプレーが基本の選手です。身長191センチ、体重も90キロを超えるという恵まれた体格を存分に生かしてのプレーが得意で、味方の選手から縦パスが入ると相手ディフェンダーに体をぶつけて、ほぼ確実にボールをキープすることができます。そのキープ力をルカクはペナルティーエリア付近でできるため、相手からすれば非常に脅威となります。さらに圧倒的なフィジカルと、この体格からは全く想像できないスピードを誇るルカクは、その2つを生かしてのドリブル突破も魅力の一つです。相手をなぎ倒してドリブルしていく姿は、どこか爽快感すら感じることがあります。このように基本的に大胆なプレーが多いルカクですが、ストライカーとしての動きは繊細なものがあり、シュートを打つ場面では力任せに振り抜くわけではなく、しっかりとキーパーの動きを見てコースを狙った冷静なシュートを打つことができます。さらにスピードを生かして相手ディフェンス陣の裏を取る動きも秀逸で、一度裏へ抜け出してしまえば相手ディフェンダーはルカクに追いつくことはできません。さらにルカクは自身のキープ力を生かして、シュートを打つ体勢ではないと判断した際には味方へのアシストもできる選手で、11アシストを記録したシーズンもあります。世界でもここまで見た目の圧力がありながら、そのイメージ通りのプレーをしてくる怪物フォワードは少ない中で、唯一無二のプレイヤーとして活躍を続けています。1993年5月にベルギー北部のアントワープで生まれたルカク。父親は元サッカー選手としてプレーした経験もあり、子供の頃からサッカーに触れていったルカクは、父親の影響でテレビでサッカーを見ることに夢中になっていきます。そして自身も5歳の頃に地元のルベルブーム FC というチームに入団します。しかしルカクの家族はもともとコンゴ民主共和国の移民で、アントワープでは黒人という理由で差別を受けることもあったようです。そして父親がプロサッカー選手としてプレーを続けられなくなると、一気に家族の収入は減ってしまい、生活が厳しくなります。電気が通らない日が増え、温かいシャワーも浴びることができず、さらに大好きだったサッカー観戦もテレビが映らなくなったことでできなくなってしまいました。ルカクはこのような家庭の状況を6歳の時に母親の行動を見て悟ったといいます。ルカクは、当時6歳だった僕は学校の昼休みに昼食をとるために家へ帰っていた。母さんは毎日同じメニュー、パンと牛乳を用意していた。子供の頃はそんなこと考えないだろうけど、僕はそうやってやりくりしていたことを知っていたんだ。その日家に帰って台所へ向かった僕が目撃したのは、冷蔵庫の前で牛乳パックを持っている母さんだった。いつものようだった。でもこの時母さんは何かをそこに混ぜていて、それを振っていたんだ。想像できるかい？僕には何が起こっているのかわからなかった。そうして昼食を運んできた母さんは、何もかもうまくいっているかのように微笑んでいた。でも僕はすぐに何が起こっていたのかを悟ったんだ。母さんは牛乳に水を混ぜていた。と6歳ながらに家庭の苦しい金銭事情を悟ったと語りました。それでもルカクは家族を助けるためにもプロサッカー選手を目指すことを諦めず、2004年にベルギーのリールセ SK のユースに入団。そこで努力を続けたルカクは、在籍した3年間で68試合に出場し、121ゴールを決めるという、まさに怪物と呼ぶにふさわしいパフォーマンスを見せました。
サッカーで活躍を見せる中でも、対戦相手の親から、本当にベルギーの出身なのか、このガキは何歳だ、身分証明書はどこだ、どこから来た、などと心ない言葉を投げかけられていたそうです。しかしこの活躍から、ベルギー国内でも大きく注目を集める選手となったルカクは、ベルギーでも名門の RSC アンデルレヒトのユースに移籍。ここでもストライカーとしての才能を発揮し続けたルカクは、93試合で131ゴールと、1試合に1ゴールのペースを超える勢いで成長を続けていきました。そしてついに2009年、当時15歳でアンデルレヒトのトップチームに上がり、夢のプロサッカー選手になったルカク。2009年12月に初ゴールを挙げると、そこから一気にゴールを重ねていったルカクは、なんと2009・10シーズンに25試合に出場し、15ゴールを決めてリーグの得点王に輝きます。ルカクはこの時16歳10ヶ月ということで、ベルギーリーグの最年少得点王記録を大きく塗り替えることとなりました。この活躍もあり、ルカクは16歳の若さで2010年3月のクロアチア代表戦でベルギー代表としてデビューを果たしています。圧倒的な成長スピードを見せるルカクに対して、評価はうなぎ登りとなっていき、ヨーロッパ各国の強豪クラブでの争奪戦が勃発。結果的に2011年8月、プレミアリーグの名門であるチェルシー FC への移籍が決定。ルカクは少年時代に見ていた夢のプレミアリーグへの移籍が実現したことに。開幕してすぐの8月27日にプレミアリーグデビューを果たしたルカクは、その後もカップ戦を中心に出場しますが、大きなインパクトを残せませんでした。ルカクは当時監督だったビラス・ボアス監督と不仲にあったようで、後のインタビューで、ある時は左サイドでプレーしなければならなかったし、また別の時は右サイドだ。それでは成長することはできない。俺は自分について考える必要があった。だからクラブに自分の考えを伝えたよ。ビラス・ボアスにプレッシャーがあったことも知っているけどね。と、本職であるセンターフォワードでプレーさせてもらえなかったことで不満を溜めていたと明かしました。出場機会を得るためにレンタル移籍を望んだルカクは、2012年8月に同じくプレミアリーグのウエストブロムビッチアルビオン FC へのレンタル移籍が決定。新天地でセンターフォワードとしてプレーさせてもらえるようになったルカクは、本来の実力を存分に発揮することに。開幕戦で自身プレミアリーグでの初ゴールを決めると、2月の時点ですでに10ゴールを挙げる活躍を見せます。この2012-13シーズン、結果的にルカクはリーグ戦35試合に出場し17ゴールとリーグで6位に入るゴール数を記録して、大きく飛躍を果たしたシーズンとなりました。プレミアリーグで戦えることを示したルカクは、2013-14シーズンにチェルシーへ戻りますが、9月にエバートン FC へのレンタル移籍となり、2シーズン続けてのレンタル移籍となりました。それでも昨シーズンに続いて新天地のエバートンでもストライカーとして驚異的な活躍を続けるルカク。このシーズンは31試合に出場し15ゴールと2試合に1ゴールのペースを記録。この活躍もあり、ルカクは2014年7月にエバートンへと完全移籍となり、移籍金は当時エバートンとしては最高額の2800万ポンド、約44億円でした。エバートンに完全移籍しての1シーズン目は36試合に出場し10ゴールと、少しゴール数を減らしてしまったものの、プレミアリーグで3シーズン連続での2桁得点となりました。移籍2年目の2015-16シーズンは再び得点を量産して、リーグ戦37試合の出場で18ゴールと、キャリアの中での最多ゴールを決めます。そしてさらなる飛躍のシーズンとなったのが、移籍3年目となり完全にチームの核となった2016-17シーズン。この年は序盤戦からハイペースで得点を量産していき、シーズン途中ではエバートンの歴代得点記録をレンタル移籍も含めてわずか4年間の在籍で塗り替えていきました。そしてこのシーズンは結局リーグ戦37試合の出場でなんと25ゴールと2シーズン続けてキャリアハイの数字を残す結果に。この素晴らしい活躍により、
ルカク 2016-17 シーズンのプレミアリーグ公式が選出するベストイレブン、さらにファンが選ぶベストイレブンを共に受賞しました。完全にプレミアリーグを代表するストライカーへと成長したルカクに対して、さらなるビッグクラブからの関心が寄せられるようになった中、2017年7月にマンチェスターユナイテッドが獲得を発表。移籍金は7500万ポンド、約110億円という高額の移籍金で移籍したことから、ルカクに対しての期待が高かったことがよくわかります。マンチェスターユナイテッドでの1年目でも、すぐにストライカーとしてレギュラーポジションを勝ち取ったルカクは、リーグ戦34試合の出場で16ゴールを挙げる活躍を見せます。さらにシーズン途中には、プレミアリーグ通算100ゴールを達成し、これはベルギー人としては初めての記録となりました。このシーズン終了後に迎えたロシアワールドカップでは、ベルギー代表のレギュラーとして出場。グループリーグで2試合連続での2ゴールを決めるなど、活躍を見せていたルカクはベスト16で日本代表と対戦。その舞台で日本人にとって悪夢の後半ロスタイムのカウンターにおける逆転ゴールの場面で見事なスルーを見せていました。マンチェスターユナイテッドでの2シーズン目の 2018-19 シーズンは少し調子を崩してしまったものの、32試合に出場し12ゴールを決めてしっかりと2桁得点を記録。しかしゴールの数は多かったものの、あまり重要ではない格下相手との試合でのゴールが多く、強豪との重要な試合では点を決められずにいました。その結果、ファンからは厳しい声が多く飛ぶ結果となってしまいました。これまで順調なキャリアを送っていたルカクでしたが、ここで少し壁に当たってしまいます。その中で2019年8月にルカクはイタリアセリア A の名門インテルミラノへ移籍。この時の移籍金は最大8000万ユーロとされていて、インテル史上最高額での移籍となりました。セリエ A 初挑戦となったルカクは心機一転臨んだ舞台で再び躍動します。インテルでのリーグ開幕戦からスタメン出場したルカクはいきなりゴールを挙げて見事なスタートを切ります。これで勢いに乗ったルカクはこのシーズン11試合連続ゴールを決める活躍もあり、リーグ戦36試合に出場し23ゴールを決める活躍で、マンチェスターユナイテッド時代の不調を完全に抜け出すことになりました。インテルでの2シーズン目、2020-21 シーズンでもルカクの勢いは止まらずに、ツートップを組むアルゼンチン代表のラウタロ・マルティネスと共にインテルの攻撃を牽引。リーグ戦36試合に出場で24ゴールを決めてセリエ A の得点王を獲得しました。さらにこのシーズンは自己最高の11アシストという数字を残し、チームの勝利に貢献。見事にインテルの11シーズンぶりのセリエ A 制覇の立役者となり、ルカクは MVP に選出されました。完全に復調し、さらなる進化を遂げたルカクはこのシーズン終わりに行われたユーロ2020にベルギー代表として参加。グループリーグ初戦に2ゴールを決めます。その中でルカクは1ゴール目を決めた際にカメラへメッセージを送りました。これはベルギー代表の試合前に行われた試合において、インテルでチームメイトのエリクセンが試合中に緊急搬送されたことに対して無事を祈るメッセージでした。試合後ルカクはインタビューで、試合は楽しいんだよ、でもインテルでチームメイトであるエリクセンのことが頭から離れず、プレーするのは難しかったんだ、彼の健康を願っているし、このパフォーマンスは彼に捧げたい、エリクセンのニュースを聞いた時は当然怖くなって涙が出たよ、一緒に重要な瞬間を過ごしたんだ、僕の家族よりも一緒にいる時間は長かったしね、とコメントし、エリクセンへの思いを語りました。ユーロ2020では準々決勝敗退となってしまったルカクはオフに大きな決断をします。2021年8月にチェルシーがクラブ最高額となる移籍金9750万ポンド、約152億円でルカクを獲得。ルカクにとって2013-14シーズンを最後に離れていた古巣への移籍を決断したのです。成長した姿を見せるべくチェルシーに移籍したルカクは、移籍後初出場となったアーセナル戦でいきなりゴールを決め、順調なスタートを切ります。
しかしその後は不調に陥ってしまい、徐々に出場機会を減らしていってしまいます。そして2021年の12月に受けたインタビューでルカクは、チェルシーの状況には満足していない、夏にインテルからの新契約のオファーがあったなら今こうしてロンドンからではなくミラノから静かにインタビューを受けていた、自分のキャリアの最後ではなくまだトップレベルにいる時にインテルに戻り、もっと一緒に勝ちたいと心から願っているなどと答えて、チェルシーでの現状に対する不満やインテルに戻りたいという思いを明かしています。これには高額の移籍金で獲得したチェルシー関係者、ファンなどから怒りの声が続出。その後ルカクはチームの公式チャンネルを通してこの騒動について謝罪し、なんとか問題を収めました。それでもシーズン途中の3月現在、ルカクはリーグ戦19試合で5ゴールという物足りない数字になっており、2度目のチェルシーでの挑戦も失敗に終わってしまうのかという状況に陥っています。しかしこれまでも逆境を跳ね返し続けてきたルカクならば、ここから巻き返していけると思うので、チェルシーで活躍する姿が見れることを楽しみにしていきたいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ルカクは幼少期に経験した苦労から、自分の子供や兄弟の子供に自分が経験したような思いをしてほしくない、まだ僕の心には当時の辛かった思い出が残っている、だから僕はフットボールをしているんだと明かしていて、ルカク自身が生い立ちを辛い過去を明かした理由として、いい暮らしを求めてアフリカからヨーロッパに移住してきた人たち、そしてその子供は苦しい境遇にあり、家族を助けるためにそれこそ何でもするだろう、そして最終的には若い世代全体を勇気づけたいんだと語っています。このように自分が道を示すことによって同じ境遇にある人たちに勇気を与えているルカク、そんな彼がこれからもサッカー選手として多くの人に夢や希望を与え続けられるように祈っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。